はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はキャラクター育成について話していこうと思います。後で褒めてあげてくださいね。はい、育成画面にしました。今の、私の育成環境はこのようになっています。まあ戦力順にしてますからなかなか分かりづらいかなとは思うんですけども、レベル80にしてるのはそうそう、ミスズ、アモール、河野城、アーサー、夜ですね。で回収からは、70ですね。 SR 含めて70ですね。ですね、まあ、今の私の SSR の環境下では長剣がねちょうど、得意とするキャラクターがね揃ってたので、長剣派が、まあ、強いとされているので、長剣のキャラクターをレベル80まで持ってきました。なぜかアーモルが、レベル80になってるんですけど、一番最初に引いた SSR がアモル、たまたまアモルだったということで、まあ全ては愛ということでね、まあ愛です、愛ですでですね、何が言いたかいというと、大体は、レベル70、SSRR はレベル70でね、まあ、一つの目標で止めてもいいんじゃないかなと思います。その理由はなんですけど、この、パッシブスキルですね。パッシブスキルが全部解放されるのがレベル65なので、レベル65までは上げたいということになると、自然とレベル70までは上がるということですね。レベル70まで上げないと、まあ、65までですけど、70まで上げないと、パッシブが全部開かないですね。で、ですから、レベル60のキャラクターで見るとわかりやすいかな。レベル60で、まあ、解放はできるんですけど、今ちょっと止めてる状況ですね。そうですね、レベル65で水属性の味方のアタック度ね、 MATK とクリティカル、これを何と読むかが私分かってないですよね。アタックと読めてるのにクリティカルと読めてるのにこれが読めてない。まあそれはどうでもいいんですけど、レベル65で解放なんで、 なるべくならレベル70を一つ目指していけばいいんじゃないかなと思います。あとはですね、SR はですね、もう全部レベル70までやっちゃいましょう。ガチャをね、回しながらね、レベル70まで上げちゃいましょう。特にね、ドラコ、ジャンヌ、霊式ママ、アリス、ヒーコはですね、ストーリー関係してますんで、ストーリーでね、きちんと上げられるので、ここはね、本当に序盤、特にアリスなんかパレルミッションでねお世話になるので、重点的に上げるようになるとは思いますね。あとそうですね、ストーリークエストの、これですね、ここで、あ違うこっちですね、こう交換できたりしますんで、ストーリークエストでねメダルで交換できたりするので、もう毎月1日で交換できますので、毎月1日交換できますので、すぐにね交換して、来月末ってで余ってきたら、育ちきったら今度はピースとして売るを繰り返せば、金のね金品に変わっていくと思いますので、 SSR も育てやすくなると思います。そしてね、まあ今武道大会やってるんですけども、まあランキングの方に見ていくと、トップ100ですね、1位の方とか見ていくと SR 使ってたりするんで、 SR もバカにできたもんじゃ
ないですね。というか見ていると使ってるユニット一緒ですね。あとね、こうコピーとかしたりすればね、あ、自分はどういう風に持っているのか持ってないのかとか分かったりするので、ここら辺もね、勉強になったりしますので、まあこういう風な感じでいろいろと試してみるのもいいんじゃないかなと思います。でもね、 SR もバカにならないという証明としてね、こういう風にして、出してみました。育成画面に戻して、なので SR も必ず育てるようにしてください。 R に関してはまあ状況によりけりですね。まあ私は石がね、血流石が欲しいので上げてました。レベル40までは確実にね、血流石がもらえるので、きちんと育てました。育てる方法としては、まあ言ったかもしれないですけども、遠征に出して育てていました。そうすることによってね、だいぶ楽にね、SR は、SR じゃない、R はね、本当に戦闘せずに済むのでね、R だけで派遣していました。で、あと、本当にすぐに育てなきゃいけないっていうキャラクターもね、派遣に出して、育成もして、戦闘で育ててっていうふうにやってましたね。まあ、こんな感じで、人によってはね、環境によっては、弓のキャラクター、SSR のキャラクターが多いから、弓ユニットで育てる。あと、ね、属性ですね。赤の属性、火の属性が多いのか、闇の属性が多いのか、光の属性が多いのか、属性によってもまた、育成環境変わってくると思うんで、何を基準にして育っていくのか、いけばいいのかっていうのは、まあその人の環境によって違ってくるのでね、なんとも言えないですけども、まあ一つの目安としてね、まあとりあえずレベル 70SSR はレベル70を目指すように育成してばしていけばいいと思います。ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラストバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラストバタイ。